ーパー修行、そして原田、園田と市原のセンターバック、左に上原。ドイツボランチのコンビは小松と玉城というボランチです。右に山田、左島村、トップ下に先発4試合ぶりの東野を予想しました。センターフォワードにバルデマールが入っています。キーパー野沢大志ブランド、そして3バックは小野田、牟田、佐々木、牟田、小野田は古巣。2人のボランチが増田と脇本のコンビ、右ウイングバック有永、左中村、シャドウに和田をチョイスしました秋田監督。鏡とブレンネルが戻ってきました。縦勝負、ここでクロス、柔らかくクロスを上げて和田です。ボレーシュート、クリーンヒットではありませんでしたが鏡遠いのシュートです。昇格争いの岩手、玉城、もう一度リターン、玉城シュート。かなり計算されたリスタートを見せてきました。そして島村クロス、バルデマール、山田コントロール、もう一度トーヤ、バルデマール、あーそこにやはり牟田かな、小野田、デュエルで一つ勝ちましたがこぼれ球には小野田、そしてブレンネル、鏡も走ります。向こうに和田、ブレンネルのロングシュート、まあ、流れとしては一つシュートを入れるというのは悪くありません。前節から一人変えただけ、岡山の代わりに今日は東野が先発。鏡シュート、よく触りました。今日最初の決定機、鏡です。非常に見どころのある攻守でした。鏡がフェイントでプレッシャーをかけました。振り抜けた小松、タレバス、東野チャンス、バルデマール、ブロック、あそこにやっぱり牟田、しかも残っているブレンネル、先に触りました。ファールなし、ファールなし、抜け出すか、抜け出した、園田ブロック、ここは小野田のブロックです。両チームとも今日の勝ち点3の意味が分かっています。中入る、シュートにした、触りました、しかも最後触ったのはしかも、終盤でゲームが動きます。アウェーの岩手先制、右から粘って粘って最後触ったのはしかも勇気、大きな先制点が入って試合が動きます。ブレンネル残して最後しかも勇気、やっぱりデュエルのところで勝ち切りました。82分に試合が動いて 0-1。 小松から福田、上原、そしてリャン、大卒ルーキーのリャン、リャンの速いクロス、わずかに合いませんでした。このシーン悪くない速いクロスです。真ん中まで行きます、残して打ち切れない、リャン、ミドルシュート、リャンはあの角度が得意です。コントロールショットを狙ってきました。これでゲームが終わります。宇野ゼロ、守り切った岩手、これが昇格争いを戦うチームの勢い。2試合ぶりの勝利で2位に浮上です。暫定2位浮上、1点を守り切りました。